会見会見のサイズ。6インチは15.24センチメートル会見とは、日本刀のうち担当のこしらえの様式の一つである。守り刀、または懐刀ともいう。脇差しよりも小型の担当に区分される中でも小型のもので、多くは唾を用いない相口ごしらえが用いられた。狭い屋内などの長寸の日本刀の使用が制限される場所や、 電柱などの内刀や太刀の傾向が禁じられている場所で奇襲を受けた際の護神武器であるほか、女性の婚礼衣装の付属品としての用法もある。担当や脇差しに隠れがちだが、男性にとっても会見は重要な護神武器であった。会見は内刀と同等の価値を認められ、大名家などには先祖伝来の名品も多い。江戸では、 錦式の袋などに入れて持ち歩くが、剥き出しのまま持ち歩いたとされる。1900年に登場した、神前結婚式の婚礼には、女性は会見を持ったとされている。日本武術では、剣術、柔術、居合術等において、会見術が見られる。これらとは別に、日本の暗記の一つである、鉄眼に歯をつけたものがあり、これも縦けできない状況で懐に忍ばせて、 ご神用に使うものであることから、会見と呼ばれる。宮本武蔵が自作して傾向していた、とされるものが著名で、鉄眼を使う武術として知られる長尾流から打術から、長尾流会見の故障もある。ありがとうございます。